ほぼ2分するる清掃であるいつ頃から2分する清掃と化かしたのかは定かではない。ものの、1929年の八戸市成立当初にはすでに存在したようである。市議選、県議選、衆院選、市長選、県知事選などで様々な思惑から、県防術数が巡らされ、有権者に八戸市独特のバランス感覚が要請された。ここでは、 代表的なものを以下に列挙する。なお、青森県南部地方では、八戸市以外にも、本市における清掃と同様に、昭和の大合併後は、自治体内対立があった模様である。この点で、同県津軽地方における、近県選挙として存在する津軽選挙と対比される。八戸市では、長期政権を築いた市長と短命に終わった市長とで、 交代を繰り返す歴史があり、市長公選となる以前から、そのような法則が存在した。このことを、地元では、短期と長期の姿勢が、交互に生まれる、トンツー政治と呼称した。平成に入ってからも、中里信夫元市長を除きこの法則は、破られていない。なお、親子で、市長を務めた、中村卓道、中村俊文はどちらも一気に終わっている。 第34回衆議院議員総選挙では、同じ自民党内でも、旧青森一区で、八戸戦争が、戦鋭化した。現職の熊谷義夫候補に対し新人の田辺、正美候補が裏切って出馬する形となった、選挙戦である。この時は、衆院議員任期中に死去した、中村拓道の後継として若き日の中村俊文も、 出馬していたため、中村と田辺の関係についても、必ずしも良好ではなかった。熊谷候補は、岩手県普大村の出身であることから、八戸市内や海上町内の漁業者を中心に支持を集めた。一方、田辺候補は、八戸市内の旧市街地表や一族表、建設業界内グループ表を中心に集めた。結果は熊谷候補が当選し、 田辺候補が敗れるも、第35回衆議院議員総選挙では田辺候補が当選し、熊谷候補が落選という逆転現象が起きた。このような清掃が生じた背景としては前述の支持基盤の違いに加え、当時は中選挙区制であったことが大きい。さらに、旧青森一区は津軽地方の青森市も選挙区に含んでいたため、津軽選挙の影響もあり、 青森市出身の候補が落選し自民系の代議士が育たないという事態が相次いだ。この点における批判は、後の小選挙区比例代表並立制導入の伏線となり、保守乱立による革新排除を背景とする保守王国が確立した。熊谷は落選後、大島忠盛を後継指名して引退した。大島は、 第36回衆議院議員総選挙で敗れるも、中村が出馬しなかった第37回衆議院議員総選挙で、初当選し、以後連続当選を維持している。浜通りの安定した、支持基盤を引き継ぎつつも大島自身は、八戸市西部の農家の出身だったため、以後支持者の顔ぶれには微妙な変化が生じる。転機となったのは、 小選挙区比例代表並立制に切り替わった第41回衆議院議員総選挙であった。田辺も大島も連続して当選してきていたが、36戦争を経ていた田辺は自民党下アに伴い離党していたため、ここに来て全面対決となった。結果は大島の勝利で重複立候補を認められなかった田辺は、 田辺党として参院に倶り返し、以後衆院青森3区では娘である、田辺正代と大島との清争が展開されることになる。八戸戦争の中でも史上稀に見る代理戦争を展開したのが、2003年の木村森雄知事の女性スキャンダル発覚時である。当時は、国政選挙こそなかったものの、田辺は森大卸に奔走し、大島は自民所属議員として、 同等寄りの森尾支援の形を取った。さらにこの時の事情を複雑化させたのは、津島雄二衆院議員と森尾の息子である、木村太郎衆院議員のすれ違いが表面化したことで、ある。江戸秋典のライバルであった、三村慎吾を森尾辞任後擁立した橋本派に対し、森尾族党を世話した森派という津軽地方内の対立は、 さながら自民分裂戦争の様相であった。青森県知事辞任劇による影響を最も受けた選挙戦が2005年に行われた八戸市長選挙である。民主党推薦現職の中村敏文は親子に代に渡る市長で国政選挙出馬経験もあり、青森県議会議員としてトップ当選を繰り返す人気を誇っていた。 中里信夫市長退任後の自民党対非自民勢力の総力を挙げた2001年の前回、市長選において、自民が推す、近入民儀に1万票近い差をつけて中村が、勝利した実績や、一般に、現職市長の2期目の選挙は、現職有利のセオリーもあり、自民の対抗馬容率は難航。敗職濃厚とみて、現職県議党からの候補は上がらず、 八戸出身の官僚である小林新を急遽擁立し自民党推薦新人として挑む構図となった。しかし、この頃の八戸市内の旧市街地では市町村合併の進め方に関する中村市政への批判や前述の辞任劇に嫌気がさしており、同じ民主党推薦でも中村を支持する一方で田辺は支持せず大島を当選させるというねじで、 減少が生じていた。この結果田辺一族、グループ内で中村離れが起き、小林は自身の出身地の浜通りの票をまとめ上げ、優勢選挙の風にも乗って初当選を果たした。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、青森県でも猛烈に自民党へ逆風が吹き荒れたものの、結果は一区を除き小選挙区は自民党が確保した。 大島も田辺に367票差に詰め寄られての心象であった。しかし2012年の第46回衆議院議員総選挙では青森県から民主系の大議士が全員落選した。田辺自身も久々に比例復活に届かなかった。2014年の第47回衆議院議員総選挙でも青森県の小選挙区は自民党が独占し、 田辺は再び比例復活に届かずに終わった。一方、五こ町の2区への区割り変更や記録的低投票率などもあり、大島は大幅に得票を減らす結果となった。その後田辺は参議院に転じ第24回参議院議員通常選挙で当選。2017年の第48回衆議院議員総選挙で4区が廃止されたことにより、 青森県全体で小選挙区の区割りが大きく変更された。八戸市を含む旧三区の区域と五戸町は2区へ区割り変更され、2区から立候補した大島が12、1を果たした。大島は2021年の第49回衆議院議員総選挙に立候補せず正界引退した。ありがとうございます。